どうも、なおちんです。さあ、今日も夜回り3やっていきます。よろしくお願いします。思い出がありそうな場所見つけたんだけども、鍵がかかってんのよ。多分、この山の先の方にあるんだと思うんだよね。探しに行こう。なんか、張り紙がありますね。棚田に入らないこと。水路に入らないこと、カカシに触れないことって書いてある。あー、なんかカカシとかやばいよね。カカシはやばい。いや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 、何これ、気持ち悪すぎでしょ、ほんとに。これ、え、何、鍵。古き良き田舎の風景を残す町、道に残る信仰の、この後は破れてて読めない。なんだそれ、雑誌の切り抜きを拾った。いや、こんな狭い道、なんか出てきても逃げらんないよ。どこまで、ああ、なんかあった。お参りするだけ。この祠の台座、穴が開いてる。あ、鍵が入ってる。何かが抜けた跡みたい。え、なんで静かになるの。おい、なんか、さっきいなかったやつがあるぞ。あれ、不気味なかかしが立ってる。さっきまでなかったよ。なかったんだ。触らない方がいいもんね。ちょっと急ぎ足で行こう。でもスタミナはちゃんと管理して。おい！おお、何？え？え？どうしたらいいの？これ逃げらんないよ。できないよ。何？このかかしもなんかあんの？おーい。何？うん？あ？あ、あ、このかかしには寄ってこないんだ。かかしバリア、これでいける。どくんだお前たち。いや、お前らどかないんかい。あ、あ、なんか抜けた後って言ったから、これか、このかかしを、ぶっ刺さないといけないんだ。よし、どうなる？よし。かかしを立てたらお化けが消えた。なんでだろう。あ、おお、かかしがいっぱい。かかしはこれいいやつだな。どうしてこんなにかかしが出てきたんだろう。あ、いた。またこのかかし、私をずっと見張ってるのかな。あ、悪いことしないように。あ、見てるのかもね。棚田に入ったりしなければ害はないのかも。石が積まれてる。積まれた石が崩れちゃってる。も、戻そうか。あっちにもかかしがあるな。こもり石っていうらしい。あー、触るべからずか。うーん、触らない方がいいと思うよ。直してあげる。いやー、大丈夫？おい！触るべからずって書いてあるのに触るから。わー、
出てきた。やっぱあの赤いやつは危ない危ない危ない、いる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 。おいおい、来るよ来るよ来るよ、来ちゃうよ来ちゃうよ、ダメダメ。ちゃんとカカシバリア、うわー、カカシバリアにはしっかりはじろいてくれ。よし、オッケー、オッケー、行け。よし、カカシをここに立てるとお化けが消えるんだ。うん、もうさすがに覚えたよ。よし。あ、なにこれ、絵が描かれてる。看板の上から赤い文字が描かれてる。さっきまでなかったよ。なんだろう、何かがいる。おう、鍵は？あのカカシがまだいる。え？あ、なに？びっくりすんな、びっくりさせんな。よし、ここもなんとかなった。まだあるの？よし、どうだろう、もう慣れたね、もう慣れた。か、鍵が出てこないのかい？あ、あの赤いカカシがいるから、そいつがなんかくれるとか。カカシさん、お、何もないの？おお、びっくりした。ん？いや、でももう行く場所はないんだよな。戻るしかないよね。おお、急に落ちてこないでくれるかな。なるほどね。あ、3回ぐらいで俺は慣れるんだな。なんか、また変わってない？顔が、なんか涙流してるようになってるし。書き換わってる。どういうこと？まあいいや、とりあえず、戻ろう。なんかよからぬことが起きそうな気がするよ。田んぼゾーンから抜けた。よかった。あ、カカシがいる。あ、カカシさん、私この祠にカカシを刺して回ったよ。ここを通してくれる？おお、鍵だ。ありがとう。これでこの先に行くことができるんだ。いやー、次この洞窟の中か。いやだねー。はい、ということで今日は田んぼゾーンクリアしました。なかなか恐ろしいところだったね。では次、多分ここもやばそう。洞窟の中行きます。はい、では、ご視聴ありがとうございました。